思い出のホワイトクリスマス。ストーリー、小野田孝雄。出演、大川康樹。キリストがゴルゴダの丘で処刑された後、だいぶ時が流れてから、キリストの弟子たちがローマの町で布教活動を始めた。その頃の話である。当時のローマで人気のある宗教があった。ペルシャから入ってきたミトラス教である。ミトラスは太陽の神で、昼の時間が一年で一番短い冬至に生まれ、一番日が長い夏至に一番元気になる。そして次の年の冬至の前に死んで、また冬至に生まれてくるのである。ミトラス教では冬至の日に神の誕生を祝う儀式をする。牛を殺してその血をミトラスに捧げ、信者たちは血の代わりに赤いワインを飲む。それから祈りを捧げ、最後に牛を焼き、その肉をみんなで食べて儀式は終わる。このミトラス教の儀式にキリストの弟子たちが密かに参加した。彼らは一生懸命に布教していたが、なかなか信者が増えずに困っていた。そこで見学に来たのである。彼らは赤ワインを飲みながら一つのアイデアを思いついた。冬至の日をキリストの誕生日にしよう。その日に赤いワインを飲み、パンを食べて、キリストの愛に感謝し、幸福を祈る聖歌を歌おう。こうしてクリスマスが始まったそうだ。クリスマスとは古代ギリシャ語でキリストの祭日の意味である。けれどその日が12月25日になったのは4世紀のことで、それまでは何日だったのか今はもうわからない。このような話を私の友人が話してくれた。彼はローマカトリック教会の信者である。なんだか照れくさそうな声だった。私たちは軽井沢のホテルのバーのカウンターで飲んでいた。彼はカメラマンである。葉を落としたカラマツの林を撮るために12月の20日過ぎ軽井沢に来たのである。けれど着いた日から静かに雪が降り続き、その日も仕事にならず、夜はゆっくりと二人でお酒を飲んでいた。このホテルのバーは別館にあって、本館から廊下でつながっている。バーに来るとき廊下の窓から本館の玄関の前の大きなクリスマスツリーが見えた。雪で白く覆われたもみの木に赤や黄色や青の豆電球の光が天使のまばたきみたいにキラキラしていた。その光景が頭に浮かんできて、私は彼に聞いてみた。
ベツレヘムでも雪は降るのかい？さあどうなんだろう、と彼は言った。柱時計が十時を打った。バーのカウンターにいるのは私と彼だけになった。私たちがクリスマスの話をしていたからだろうか、バーのマスターがクリスマスソングのレコードをかけてくれた。ホワイトクリスマスが聞こえてきた。私の田舎は空っ風が吹く北関東だった。幼い頃のクリスマスイブには町役場に勤めていた父が小さなクリスマスケーキを買ってきた。母は煮込みうどんを作ってくれた。変な組み合わせだったが美味しかった。雨戸を空っ風がコトコト鳴らす。誰かが叩くように、その音をサンタクロースが来たのかなと小さな妹が言ったこともあった。そんな思い出を私は彼に話した。彼が思いついたように言った。赤ワインとパンを注文しないか。もちろん私も賛成した。赤ワインのグラスと黒パンを一切れ、それを前にして二人はしばらく目を閉じた。彼が小さく「アーメン」とつぶやいた。その声を今でも時折思い出す。昭和時代が終わる頃のことだった。彼はもういない。イエスに呼ばれてしまった。